はい、こんにちは、現在の時刻が15時ちょうどですね。現在私は山陰本線の、島根県出雲市の駅前に来ております。これからね、特急やくもに乗って、岡山まで行くんですけども、実はね、先日、特急やくも国鉄直の381系というのが復元されまして、1日2往復岡山と出雲市の間を結んでおります。やくも8号と、折り返しやくも9号、やくも24号とやくも25号、この2本がね、4本が国鉄直の381系として岡山と出雲市の間を結んでいるんですけども、今日は15時30分発のやくも24号、これですね、やくも24号に乗って岡山まで行こうと思います。まだね、下から見るとまだ電車入ってきてないようなんですけども、まあ早めにねホームに入っておこうかなと思います。ではね、やくも24号、乗っていこうと思います。今回はね、1号車、グリーン車なんですけれども、グリーン車の座席はね、 1×2 の3列シートなんですが、この岡山方面の先頭だけが 1×1 の2列シートになっております。今回はね、最後尾じゃなくて逆に最前列のこの11の A、岡山方面の、ね、11の A 席、この席が、ね、一番の上席ということなので、この席を選びました。この席で、ね、岡山まで行こうと思います。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急やくも24号岡山行きです。これから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の新地には
ではね、簡単に座席周りの紹介をしていこうと思います。今乗ってるのはグリーン車で、1×2 の3列シートなんですけども、この岡山型の先頭で一番前のね11の列だけね、2列 1×1 の2列になってます。今自分が座っているのがこの11の A、 反対側が11の C になっております。まもなく発車をいたします。ドアにご注意ください。座席なんですけども、コンセントなどはないんですけども、フットレストがあります。窓側の方にはテーブルがあります。で381系ね、よくね窓割りが悪い座席がねよくあるんですけども、特にこの11の A というのがスペースが広い、かつこの窓割りがねものすごくいいんですよね。この1枚の大きな窓を一席で使ってる、岡山方面に行くかもだって、ね、グリーン車乗るんだったらこの11の A がね一番よろしいかなと思います。反対がね11の C も広いんですけども、この11の A の方が隣のここのスペース、このスペースも使えるので一番広い座席周りになっております。
車ありがとうございました。まもなく倉敷です。お出口は浮川小幡岩に行きます。山陽本線高松岩瀬方面普通列車和気行きは18時34分着きました。同じ乗り場5番乗り場でお待ちください。新倉敷福山方面普通列車糸崎行きは18時43分ホーム変わりまして1番乗り場までお越しください。倉敷でお降りのお客様、車内にお忘れ物ございませんよう、携帯電話や財布、棚の上のお荷物などお手回り品をよくお確かめの上お降りください。終点岡山です。18時39分に着きます。お出口は左側、失礼いたしました。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。あとおよそ6分で終点岡山です。着きます。折り返のご案内です。新幹線新神戸新大阪方面はこだま856号新大阪行き18時49分23番乗り場、みずほ608号新大阪行き18時53分23番乗り場、のぞみ失礼いたしました、のぞみ54号東京行き18時58分23番乗り場です。新幹線広島博多方面はのぞみ45号博多行き18時48分22番乗り場、みずほ613号鹿児島中央行き18時52分22番乗り場、こだま863号博多行き19時3分21番乗り場です。新幹線へお乗り換えのお客様は着きました。ホームの階段エスカレーターエレベーターをお歩きまして2階新幹線乗り換え改札口までお越しください。続きまして在来線のご案内です。山陽本線瀬戸方面普通列車和気行きは18時58分着きました。同じ乗り場4番乗り場でお待ちください。四国方面瀬戸大橋線普通列車小島行き18時48分7番乗り場、特急南風23号渦潮29号、高知徳島行きは19時5分8番乗り場、快速マリンライナー57号高松行き19時12分6番乗り場、
特急潮風25号松山行き19時35分8番乗り場宇野線普通列車宇野行き19時15分7番乗り場赤穂線普通列車長船行き18時44分着きました同じホームの向かい3番乗り場津山線普通列車津山行き18時54分9番乗り場桃太郎線普通列車郷田行き18時52分10番乗り場です18時38分終点岡山に到着しました、出雲市を出発してから、ね、3時間約10分国鉄型の、381系、とても堪能しました。あの鉄道唱歌が、ねメロディーおごろごろで流れているのが味わってよかったと思います。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。